佐々ち子は、日本の女優。富山県下新川郡朝日町出身。本名、北井村さ子。妹は同じく女優佐木へ。元夫は、映画監督の葉に進む。娘は、エッセイストの葉に見よう。骨董店を営む両親の三男を女の長女として、生まれ、東京女子体育専門学校卒業後。 都立大五商業高校並びに、国学院大学久我山中学校の体育、音楽教師をしながら、俳優座の委託生となり、演技を学ぶ。女優の佐藤江は末妹にあたる。1951年に、家庭読み売りのカバーガールを務めたことから新東方の野村博正の目に留まり、1952年に野村の勧めで、若き日の過ちに主演。 1957年の幕末大陽伝では、遊郭の人気女郎お染めを演じ、お染めと人気を争う女郎子春を演じた、南田洋子と公演した。そして、1963年、日本昆虫期で、貧しい農村で職業を転々としながら、売春組織の元締めになっていく女性を演じ、彼女と彼と合わせて、日本人で初めて、ベルリン国際映画祭女優賞を獲得した。 1965年、騎馬海峡では、純朴な将棋、杉戸八重を演じて、毎日映画コンクール女優主演賞を受賞。一方、1977年には、遠い一本の道監督、主演。当時の国鉄労働組合が1億円の資金を提供し、田中絹代に次ぐ、女優監督となった。テレビドラマでは、北の家族、赤い絆、大市民、 ののきよら山の木よらに光さすなどに出演した。1965年1月4日から1965年5月31日まで音楽番組ミュージックフェアの司会も担当した。ワイドショーの司会をしたことがあるが番組中で沖縄国会強行採決を批判した政治的発言により降板した。 1952年の映画デビュー以降数々の作品に出演したが、新東方、日活、大英に短期間所属したことはあるものの、五社協定をものともせず、一匹狼の女優として活動。強い信念の持ち主で映画会社にスターとして売り出してもらうより、いい脚本、いい監督の作品を自ら選択することを重要視し続けたためである。 演出や役柄の解釈について自分の意見を主張し納得するまで議論する女優だった。遠い一本の道の監督、主演も男女差別をなくしたいとの主張に基づくものだった。私生活では1959年に映画監督のハニスむムと結婚。1964年に長女ミオを出産。しかし1973年にハニがミオを連れて、 アフリカに長期撮影旅行に出かけた際、これにミオと共に同行した左の実妹で、当時、ハニのマネージャーを務めていたヌカムラ、ぬかむらきみ子と不倫関係にあったことを人づてに知り、ショックを受け自殺を図るが事なきを得た。このこともあり1977年、離婚しミオは、父側につき、ハニはその4ヶ月後の11月8日、きみ子と再婚した。 1991年に舞台、糸女でカムバックを果たしたが、その後は、バラエティ番組へのゲスト出演が活動の中心になっていった。晩年は、解決熟女。心配ご無用の、レギュラーパネリストとして出演している。1985年、胃がんのため胃の一部を切除する。一時は解放に向かうが、体調が回復せず長く療養生活を送るようになる。 2001年に入ってから咳込むようになり、検査を受けた結果肺がんが見つかり、9月下旬に国立癌センターに入院するが、10月下旬に容体が急変式徳に陥った。2001年11月7日午後、国立癌センターで親族に囲まれ、息を引き取った。71歳を打つ。品川での密葬の際、ハに、キミコ夫婦だけでなくじ娘、美め、も、 サチコと親交がないとして参列しなかった。ドラマスペシャルやのキらラ山のキらラに光りさす、NHK 名作戦、NHK アーカイブスハット ABC 日刊スポーツ2001年11月11日、ササチコ不法記事、同記事中の三国連太郎、今村翔平の談話、ABCDEF、夫、歯に進むと娘を13歳下の実前に奪われた、ササチコ。 プレイバック芸能スキャンダル時、日刊現代デジタル、2019年8月14日、閲覧、と藤家とされる場合があるが、誤り。ミオの幼少期、女優活動で多忙のサチコに代わり、キミコがミオの世話をする関係だった。このためハニケへ出入りしていた。ABCDEFGHIJKLMNO、ササチコ略歴、フィルモグラフィー。キネノート。 キネマ巡報社。2020年3月29日閲覧。々地子1955年。日活公式サイト。日活。2020年6月13日閲覧。々地子1956年。日活公式サイト。日活。2020年6月13日閲覧。々地子1957年。日活公式サイト。日活。 2020年6月13日閲覧、ありがとうございます。